はいえー、っとですね三国志新、まあこの三国志新戦なんですけれども、今日はねガチャ引くんですけども、まあ、早速ねログインして、えー、っとねおすすめできませんけども、うん、このおすすめできないね理由、まあ、プレイしてどんですどうですかね、えー、っと3ヶ月くらいですかね。3ヶ月くらい えーとやったんですけど、このゲームね、非常にお勧めできない理由はですね、前から言ってるんですけども、えっと、ゲーム外のコミュニケーションで、ほぼゲームが、体制、ゲームの体制が、勝敗が決してるんで、ちょっとどうしようもないですね、ゲーム内でどれだけ頑張っても、ディスコードと,とかツイッターとかで、コミュニケーションを取ったもん勝ちです。これは まあ、斬新なゲームデザインかもしれませんけどもね。えっと、皆さんね、そういうふうにコミュニケーションを取りながらですよ。えっとね、この、落葉を目指してね、皆さん。えっと、なんか、どこがいいかね。ここじゃないな。漢中。交換かなここかな正常とか見ましょうか。えっと、なんかね、正常。正常でいいのかな あとなんだどこ,どこかなまあこういうふうにね、爆写とか建てたり。どこだ、正常 <laughs>。あれ違うとこ行った。正常はどこでしょう堰かなこうか。まあこういうふうにね、爆写はね、建てながら。 あの皆さん頑張っておられるんですけども何か楽しいんですかね <laughs> うんと個人的には思いますけどもねうんまあ終わらない戦いをやってるんですかねこれ続けていくとね多分虚しい気になると思うんですけどね半分と思うんですけどね俺はねこう,うんまあこういうふうにね なんかずっとやってる、やってるんですけどね。大手の同盟さんはね。本当にゲーム外のコミュニケーションで大体決まってるような感じなんで、まあそこがおすすめできない、決定的な理由ですね。あの非常にはっきりしたと思います。まああんまり聞いてないと思うんですけどね <laughs>。この動画 <laughs>。ということでね、今日はね、ガチャ引くんですけど、名称ガチャ。えっと、 うち,のうちの同盟もですね、自分が所属している同盟もなんか、イベントでね、3000金貨もらったんで <laughs>、これは、えっと、25連くらい、5回、5回登用を5連するんで、25回引いてみます。まあ、それでね、星5出たらいいなみたいな <laughs>。まあ、このゲーム、ほぼチャットツールに使ってるようなもんですね、俺は。ということで、 なんか出ろなんか出ろさあ名所出るんだ名所名所うわゴミしか出ねえなよしもう一回さあ来いよ星がおき来たあ学心うーんちっこいおっさんなんかちっこいらしいんですよね学心ってなんか150センチくらい長友みたいなやつだったらしいですよ うん。いい。もう一回。おい、なんか来い。なんも来ないや。学信だけあと2回ですけど。ほら、もう一回。学信だけじゃねえか。うん。うん、しょうがないな。半額い。これも半額投与してみるか。<laughs> 26例。 なんか出る <laughs> <歌詞笑>、うん、星さんなんかゴミ,ゴミですからね、うん。まあいいのは出ませんでしたね。こんくらいにしとくか。ということでね。俺、うん、多分ずっとやってると半分虚しくなると思うんだけどな <laughs>、うん。やっぱ D2 メガテンとかの方が俺はおすすめしますね。ソロで。まあ、コミュニケーションは薄いんですけど。 あの無課金でイベントこなしてるとね、強くなっていくんで。まあ、結果はね、しょぼかったな <laughs>。学信本当は、あの、あれですね、こう、いろいろ、曹操とか、あるんですけどね、軍心カウントが出ませんね。軍心カウント、加工トンとか出ないですね。周囲様とか。<laughs> ということで、おしまいです。